はい、エルカチャンネルのショーです。ワンピースの銅像がまた2体ですねできましたので、動植物園に今やってきました。去年もですね、ケロロ軍曹20周年の展示のやつを確か見に来たんですよね。ここはこちらケロロ展ですね。これがやってて、今いろんなイラストや、これは缶バッジかな、あ、これてか全部これ売り物ですね。エルカチャンネル、ここはですねチョッパーが置いてありますので、早速見に行ってみたいと思います。平日なんですけど車結構止まってます。パチ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 、5、4、3、2、1、オープン。俺がこの動植物園とみんなの万能薬になって元気を届けるんだ。みんなこれからよろしくな。はい、ということで次はですね、こちらの御船の方にやってきました。御船ふれあい広場ってとこですね。こちらにはですねブルックができてますので、それを見に行きたいと思います。パチ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 、5、4、3、2、1、スイッチオン。私の意味を知らねえだろベイビー、ソウルキングだぜ。これからも私、皆さんが元気になる素敵な音楽をお届けしますから、耳を澄ませて聞いてくださいね。で、私は耳ないんですけど、よほほほほほ。はい、ということで次はですね高森駅にやってきました。こちらはフランキーがいますので見に行きたいと思います。パチ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 、5、4、3、2、1、さあオープン。スーパー、俺がやってきたからにゃもう安心だ。この
南阿蘇鉄道をスーパーに復旧させて立派に仕上げてみせるぜ。任せとけ。お前らそれまで楽しみに待ってろよ。エルカチャンネル、はい、ワンピースの銅像3体見てきました。チョッパー、ブルック、フランキー。11月3つもできたですね。残りの3体もですね、もう言ってればできちゃうんじゃないかなと思います。ナミ、ロビン、ゾロ、今月みたいに同じ月でやるのか、それともバラバラでするのかわかりませんけど、見に行きたいと思います。出来上がるのが楽しみですね。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。